大間線は、青森県沼津市の大畑線の終点大畑駅から、道県下北郡大間町の大間駅までを結ぶ、計画であった未成の鉄道路線である。観光資源にもなっており、地元では、幻の大間鉄道として知られている。1922年施行の鉄道布設法別表1号に、青森県、田辺より大畑を経て、大間に、 イタリル鉄道として掲げられた予定線である。建設理由は、下北半島の開発と、対北海道連絡線であった。1894年頃、東欧日報市場にて、函館区長の城野正義が、野辺寺駅より大間もしくは、埼まで鉄道を建設し、大間と函館を、課客線にて結び、上野駅函館駅間の所要時間を九時間短縮。将来、 函館札幌間に鉄道が付設されれば、上野駅札幌駅間を35時間程度で結ぶ構想を提唱している。青森川にも同様の構想があったが、ローカルな生活圏をもとに構想したことに由来する主導権争いもあり、いずれも実現しなかった。1923年には函館にて解散省を営み、函館市議会議員を務めた安倍各次が、 大箱立論にて関門トンネルの船舶の技術の進歩を考えても津軽海峡の強風や高い波を克服し確実な輸送をするのは難しいもし関門海峡のように海底鉄道トンネルが掘れるならばそのような問題は解決できると指摘した実際津軽海峡は潮流が早く複雑で四季を通じて激しい気象や生物が起き瀬戸内海 現海の田に並ぶ日本の三大海難所である。参考として復帰するが、1939年国威発用で弾丸列車による大陸縦断鉄道構想が発表される。気象調査の域であるが、津軽海峡部分は下北半島と函館を結ぶルートであった。日露戦争時、函館要塞の装備では、ロシア帝国ウラジオストク艦隊が通称破壊作戦のために、 津軽海峡を通過することを阻止できず、北海道が孤立混乱した。そこで、陸軍津軽要塞大、正木砲台への軍事物資や、兵員輸送を兼ねて、むつ市の下北駅から大間までを結ぶ、鉄道路線としても計画された。後に戦争による空襲で、生肝連絡船が被害を受けることが想定されたため、1935年に、北海道農館や函館市民によって、 大間函立館間、1936年に大畑町によって大畑函館館や大畑室蘭間を代替航路として開設し、同船を利用することが提案された。1937年6月に工事が開始され、2年後の1939年11月に大畑船として下北大畑間が第一期開業区間として開通した。 大葉大北の第二期開業区間の工事が進められ、路盤の大半が完成し、終点の大間以外では、駅も建設されわずかな未着工部分を残すのみとなったが、1943年12月に、鉄道建設審議会から戦時中の資材不足を理由として、工事の中止の指示が下った。1946年、大間町長、西村、村長、風間浦村、 村長、函館市長代理らの連名で国に工事再開の陳情がされた。また、国鉄内部でも再開の構想があったとされているが、再開されることなく放置された。太平洋戦争後の1946年、国鉄は再び内部に、青函トンネル調査委員会を設け、青函水道計画が持ち上がった。東ルート案ではこの区間を通ることになっていたため、 それまでは地図には予定線として記載され工事再開の備えがあったようだが、1946年から1949年にかけての調査により、下北半島北岸に水深240の300メートルにある谷が海岸線と並行してあり、那須火山帯上にも当たり、地質上適切ではないことがわかり、1968年に西ルートに決定してからは、 予定線として記載されることもなくなった。1964年に東南海運が大間函館間に外洋フェリー航路としての大間函館航路を開設すると接続道路として大間線の用地を道路に転用する案が有力になり、1969年に青森県が購入、後に国道279号に利用したために大間線の開通の可能性はなくなった。 海峡を挟んで接続する予定だった都井線も同じく未成に終わった。大畑駅付近に残るアーチ橋の移行2006年現在でもアーチ橋や橋脚などの移行が残され、下風呂駅では駅のホームに出入りするために作られた階段が現在でも利用されているなど、住民の生活の一部になっている部分もあるが、戦時中の建設ということもあり、 資材不足による粗悪なコンクリートが使われたことに、加え、長年の放置で老朽化しており、崩落の可能性が生じている場所がある。トンネルも現存するが崩落の危険性があり、自己防止のため全てコンクリートで高校を塞がれている。1968年までは予定線であったことから、水道封鎖工事が行われたのは、おそらくそれ以降であろう。また、戦後間もなくして、 途中にある、焼け山水道で映画の撮影が行われたという。橋梁及び、トンネル以降は、以下の通りである。2005年4月に、下風呂駅予定地付近の連続アーチ橋が、メモリアルロードとして整備され、橋中央には、駅待合室を模した足湯が設置された。大畑駅釣屋浜駅、木延駅赤川駅下風呂駅、桑畑駅、国間駅、蛇浦駅、大間駅、奥戸駅。 ありがとうございます。